さあ、18日です。え、あ、これはね、11月18日、はいはいはい、雨が降ってきたんで、はい、家の中入れます。これは、西洋柿か。そうそうそう、西洋柿ですね。西洋柿何日目これ、もうちょっとわかんないな、ちっちゃいな、うん、まあ、わかんないですわ、何日目か。もうそんなスリムになります。はい、だいぶね、小さくなって2019年ですね、今。はい、まあ、分かってるっていう話なんですけど、こんな感じでいつも。そうか、家の中入れてるんですね。ちょっと寄ってきたわ。ああ、なるほど。ちょっと微調整も、はい、あたごがきか、あたごがきですね。はい、やっぱでかいな、あたごがき。まと大きいね、これ2日目か、今日で。確か2日目です、ね、昨日干したばっかりやから。はい、こんな感じで、雨が降ったり、まあ、今もうね、夕方の4時ちょっと前ですけど、まあ、夜になったら家の中に入れるという感じでね、まあ、大事に大事に育てております。干し柿中間報告でございました。じゃあまた次回の動画よろしく、はい、おいしい柿になーれ、あ、おいしい干し柿になーれ、登録お願いいたします。さよなら。